北海道についての印象、有島武夫。私は前後約12年北海道で過ごした。しかも私の生活としては一番大事と思われる時期を、最初の時は19から23までいた。二度目の時は30から37までいた。それだから私の生活は北海道における自然や生活から影響された点がなかなか大いに違いないということを思うのだ。けれども今までに取り留めて、これこそ北海道で受けた影響だと自覚するようなものは持っていない。自分が豊満なためにそんなことを考えてみたこともないのによるかもしれないが、一つは12年も北海道で過ごしながら、ろくろく旅行もせず、そこの生活とも深い交渉を持たないで暮らしてきたのが原因であるかもしれないと思う。しかし、とにかくあの土地はやはり私に忘れられないものとなってしまっている。この間も長く北海道にいたという人に会って話したとき、あそこにいる間は嫌なところだと思うことがたびたびあったが、離れてみるとなんとなく懐かしみの感じられるところだなと言ったら、その人も思っていたことを言い表してくれたというように、心から同意していた。長く住んでいたところはどんなところでもそういう気持ちを起こさせるものではあろうが、北海道という土地は特にそうした感じを与えるのではないかと私は思っている。北海道といってもそういうことを考えるとき、主に私の心の対象となるのは住み慣れた札幌とその付近だ。長い冬のあるところは変化に乏しくてつまらないと人は一概に言うけれども、それは決してそうではない。変化はかえってその方に多い。雪に埋もれる6ヶ月は、なるほど短いということはできない。もう雪も溶け出しそうなものだと、イライラしながら思う頃に、また空が雪を止めどなく降らす時などは、心の腐るような気持ちになることがないではないけれども、一度春が訪れ出すと、その素晴らしい変化は、今までの退屈を補い尽くしてなお余りがある。冬の短い地方では、どんな厳冬でも、草もあれば花もある。人の生活にもある華やかさがついて回っている。けれども、北海道の冬となると、徹底的に冬だ。すべての生命が不可能の少し手前まで追い込められるほどの冬だ。それが春に変わると一時に春になる。草のなかったところに青い草が生える。花のなかったところにあらん限りの花が開く。人は言葉通りに新たによみがえってくる。あの変化、あの心の中にうずうずと巻き起こる生の喜び。それはおそらく熱帯地方に住む人などの夢にも思い見ることのできない境だろう。それからみずみずしく青葉に埋もれてゆく夏。東京あたりと変わらない昼間の暑さ。目を細めたいほど涼しく暮れてゆく夜。晴れの日の長い華やかな小春。木は一つ一つに自分自身の色彩を持って、その枝を装う小春。それは山と言わず、野と言わず、北国の天地を悲壮な熱情の舞台にする。ある冴えた晩秋の朝であった。
霜の上には薄い牛乳のような色のもやが青白くよどんでいた。私は早起きして表戸の野に新聞紙を拾いに出ると、東にあった二個の太陽を見出した。私は顔も洗わずに天文学に詳しい教授のところに駆けつけた。教授も初めて実物を見ると言って、私を二階窓に案内してくれた。やがて太陽は縦に三つになった。思考して、その左右にもまた二つの光体をかすかながら発見した。それはある気温の関係で太陽の周囲に白い虹ができ、なお太陽を中心として十字形の虹が現れるのだが、その交差点がことに高度を増すので、真の太陽の周囲四箇所に光体に似たものを表す現象で、北極圏内にはしばしば見られるのだが、この辺では珍しいことだと言って聞かせてくれた。また私のところで夜遅くまで科学上の議論をしていた一人の若い科学者は、きっと晴れ切った冬の夜空に深海島の光輝のようなものがあるいは消え、あるいは現れて美しい現象を呈したのを見た。彼は光輝のあまり、小樽港に停泊している船について調べてみたが、一隻の軍艦もいないことを発見した。思考して、その不思議な光は北極光の余影であるのを、ほぼ確かめることができた。北海道というところはそうしたところだ。私が学生生活をしていた頃には、米国風な広々とした札幌の道路のここかしっこにリンゴ園があった。そこにはちょうど小さな小屋があって、誰でも五六銭を手にしてゆくと、二三人で食い切れないほどのリンゴを枝からもぎ取って、カゴに入れて持ってきて食べさせてくれた白い粉の吹いたままな皮を着物で押し払って丸かじりにしたその味は忘れられない。春になってそれらの縁にリンゴの花が一時に開くそのしみじみとした感じも忘れることができない。どことなく荒涼としたそやな自由な感じ。それは西面の人を脅かすものではあるかもしれないけれども、住み慣れた者には捨てがたい誤惑だ。あそこに住まっていると自分というものがはっきりしてくるかに思われる。観難に対してのある勇気が生まれ出てくる。命名が命名の仕事を独力でやってゆくのに、ある促進を受ける。これは確かに北海道の住民の得意な気質となって現れているようだ。もしあそこの土地に人為上にもっと自由が許されていたならば、北海道の移住民は日本人という在来の典型にある新しい寄与をしていたかもしれない。欧州文明におけるスカンディナビアのような、または北米の文明におけるニューイングランドのような役目を果たすことができていたかもしれない。しかしそれは歴代の為政者の中央政府に阿布するような施設によって全く踏みにじられてしまった。思考して現在の北海道はその土地が持つ自然の特色をだんだん細ぎ取られて、内地の在来の形式と選ぶところのない生活の維持者たるに終わろうとしつつあるようだ。あの得意な自然を生かして、働かすような詩人的な投資力を持つ政治家はついにあの土地には来てくれないのだろうか。最初の北海道の長官の黒田という人は、
そこに行くと何と言っても面白いものを持ってきたようだ。あの必要以上に大規模と見える市街の設計でも一般を知ることができるが、米国風の大農具を用いて片っ端からあの未開の土地を開いていこうとした後は、私の学生気分にさえ所在に伺い知ることができた。例えば大木の根を一気に抜き取る蒸気抜根機が、その成功力のあまりに偉大なために使いどころがなくて錆びたまま捨ててあるのを旅行の途中に見たこともある。少女の何人かをいち早く米国に送って、それを北海道の開拓者の内助者たらしめようとしたこともある。当時米国の公使として黎明のあった森アレイ氏に、ぜひ米国の夫人を再君として迎えろと勧めたというのもその人だ。しかし黒田氏のかかる気持ちは時代の長官以下には全く忘れられてしまった。惜しいことだったと私は思う。私は北海道についてはもっと具体的なことが書きたい。しかし今は病人を控えていてそれができない。雑誌社の督促に打ち負けて、単にこれだけを記して、攻めを塞いでおく。